やすくてぶ、韓国은도대체왜이ん는거냐今日の動画タイトル、東京オリンピック、韓国人だけが知らない韓国人。今日はこれについて話したいと思います。今、動画を作っている日付が7月27日です。 7月23日に東京オリンピックが開幕して、わずか1時間も経たないうちに、本当に多くのことが起きています。先日は、半日精神病が私の動画のコメントで、イースンシンは、侵略ではなく、防御将軍だ、とし、韓国の横断幕は間違っていないと主張していますが、 そもそもオリンピックにいい寸身が出る実態がおかしいということなのに何の馬鹿なことを言っているのかわかりません。このような工事はもちろん韓国のマスコミの狂ってしまった思想も世界に広がっています。ノルウェーを紹介するのにサーモンを見せるし、メキシコを紹介する時タコスを見せるし、 ポルトガルはエッグタルト。イタリアはピシャ。トルコはトルコのアイスクリーム。ああ、日本は寿司で紹介します。うん、そういえば、平昌ンチ合流の時、平昌広報動画に寿司を韓国の食べ物のように紹介してなかったっけしかし、今までの国々は、 他の国の紹介に比べると、それさえもいい紹介です。ウクライナを紹介するとき、チェルノビリを見せるし、エルサルバドルを紹介するとき、ビットコインを見せるし、ルーマニアを紹介するのに、ドラキュラを見せるし、マーシャルショートは過去、米国の 各実験場と紹介し、配置を紹介するのに、木道の写真を見せるし、サーモアも紹介するとき、アメリカ、映画カの写真を見せるし、このような頭おかしい様々な事件で、日本人はもちろん世界の人々が、韓国と韓国人の実態、 韓国人の精神概念についてだんだん知っていっているようです。共感能力がない民族、そして韓国の実態がわかる事件が起これば、一人の代表者を決めておいて、みんな一緒に悪口を言いながら臨時をします。韓国に間違いはありません。 この人が悪いだけです。韓国人はこの人とは違います。あの人の代わりに謝ります。いつも同じレパートリー。海外で注目してなかったらいつも通りタダで済む事件です。数十年間このレパートリーが繰り返されています。 しかし、これからが始まりです。既に言った通り、インターネットが発達したので、世界は韓国人の実態を知るようになるでしょう。オリンピックが終わるまで、世界の人々が韓国の実態を知ることができるエピソードがどれだけたくさん出るのか、オリンピックの試合も楽しみですが、 韓国の精神状態を見せてくれる様々なエピソードも楽しみです。以前の動画とか、韓国人の反日森林という動画でも話しましたが、韓国は東京オリンピックが失敗することをまるでインディアンの雨漕いのように願っています。でも、試合は しっかり見て、韓国人の金メダルを応援しています。マスコミ各社も、このような韓国人の精神状態をとっても良くしています。だから、いつものように、SBS、KBS、NBC、地上派三者たちとも、同時に開幕式を放送し、 同時に愛 o しで女性を卑下します。天気も助からない台風が東京を貫中します。空から競技場を見ると 0G 型なので問題です。安倍元総理が欠席して市民が無責任だと言います。初競技が開かれたが キャンセルもできます。日本のあちこちで合輪反対集会が開かれています。これは極一部です。韓国では継続して数え切れない数字の反日を先導する記事が毎日出ます。韓国人も全く同じ水準です。なんと反日韓国人の 16万 YouTuber は開幕式の選手たちの移動経路が超大型曲字式の模様だと主張し、この主張が新聞に出るし、これに負けまいと国本 YouTuber は東京オリンピックのメダル獲得選手たちがメダルを吸っていると主張し、 オリンピック開幕式の裏では選手たちが倒れていると主張し、東京オリンピック有観客は日本の最後のあがきだと主張し、韓国のせいで福島の広報が不可能だと言うし、世界の平和なオリンピックの雰囲気を消すために今日も 韓国と韓国人は、劣心に指を動かしています。やすぴぴぴ、韓国はどでェウェイ체왜이ん는にゃ反論するには、あまりにも多い反日先導たち。一日に一体何個も反日を先導するのか新韓日本人も韓国で、 反日記事が上がる速度を見るとびっくりするしかないでしょう。しかし実際に滅びつつあるのは韓国であることを韓国人は知りません。私は韓国の反日鮮度が続いてほしいです。もっと多くの日本人の方々がもっと多くの世界人が 韓国を知ってほしいです。そして、韓国に危機が現れたとき、残念な気持ちなく、すんなり捨てられてほしいです。そして私は、皆さんが、韓国の多くの反日先導記事を見て、ストレスを感じないでほしいです。ただ、滅びていく国の、 国民とマスコミが最後にあがくんだね。最後に広っぽんを注入するんだね。このくらいだけ考えてほしいです。劇中を忘れるためにアドレナリン注射を打つようにです。全世界が勧告をしています。時間の問題であるだけです。 그럼 오늘 영상은 여기서 마이 하겠습니다.